はい、どうもタンタンです。こちら、ようやく入荷、うちの方もなんとか確保できた素晴らしい一本ですね。コアロハの、こちらテナーサイズになりますが、25周年記念のモデル KTM25 の、レッドレーベルの、一本でございます。もともと生産レッドレーベルの、モデル自体が非常に少ないんですけれども、その中でもこの25周年というのは記念モデルとしてごくわずかの生産にとどまっていまして、日本にもその中でも、本当に少ない数の入荷になっているようですね。はい、でこちらのモデル、通常モデルとの違い、このバインディングがウッドバインディングですね、こちらが巻かれていること、あとロゼッタがアバロンで綺麗に入れられていること、それと、ヘッドデザインですね、これも特徴的ですよね。このインデー、鳥なのかな、このインデーが特徴的なアバロンで入れられてて、非常に綺麗なインデーが入ってる。そして、このモデルは、ペグが通常と違ってヒップショットですね。ギアタイプのこういったヒップショットと言われるこのタイプのペグがこのモデルにはついております。で、25周年記念 KTM25 ということで言いますと、7フレットのやはり25のインレーですね、ここ。それとラベルもこれ専用のラベルになってます。レッドレーベルで、通常のレッドレーベルも専用ラベルなんですけども、さらに、シルバーアニバーサリーとシリアルが打たれた専用のラベルがついております。木目もね、今回もまた非常に綺麗な、やはり厳選されたモデルだけあって綺麗な木目の一本でございます。もちろん共通する部分、この、一つはやっぱりコアラの特徴、ボリュームが非常にある、明るい音色がするというところが特徴なんですけれども、さらにこうちょっとやっぱり深みのある音というかな、艶っぽいというか、そんな感じが通常モデルよりもね、より感じられる音色かなと思います。サステインも長いですし、さすがの作りといったところを感じられるかなと思います。非常にやはりレッドレーベル自体、作ってる本数がねかなり少ない中で、さらにこの25周年記念の特別モデルということで、非常にそれこそね希少価値も高い、そんなモデルになるんじゃないかなと思います。
ということで、こちら、コアロハの、テナーサイズですね、 KTM の25のレッドレーベルになります。こちら25周年記念の、さらにレッドレーベル版の一本でございます。かなり入荷の少ない希少なモデルとなっております。ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。